東日本大震災で壊滅した岩手県の漁港のうち、唯一閉鎖されていた漁港が震災から1年半を経て再開しました。岩手県宮古市の太郎地区、東日本大震災の津波で巨大な堤防が破壊されたことで知られていますが、漁港も壊滅的な被害を受けました。津波で魚市場を含むほとんどの建物が流されてしまった漁港は、震災から1年半が経った9月、ようやく再開にこぎつけました。被災した岩手県内の13の漁港の中で最後の復旧です。太郎町漁協に所属する漁船、明石間丸は、再開した市場に水揚げするため、深夜漁港を出発しました。船は沿岸の漁場で定置網を引き上げていきます。震災直後はちょっとね、まあ先が全然見えない状態で、まあよくここまで復興してきたなと思っております。再開することによって少しでも地元に活気が取り戻してくるのではないかなと思っております。一日の漁を終えた明石間丸は朝日を背に太郎漁港に戻ります。太郎魚市場の再開前は水揚げのためおよそ10キロ離れた別の魚市場まで行っていましたが、やっと港に直行できるようになりました。魚市場が復旧したといってもまだ町は復興の途中。漁師たちは震災前の活気が戻る日を夢見て一歩一歩前進しています。